参加した理由は、自分はレズビアンなんですけれども、やっぱり女性とパートナーとしてと、あのロボットと3人で暮らしてるんですけれども、あの普通の定型的な家族ではない形で過ごすことに、まあ、日常的にいろいろな困難とか壁もあるので、そういった自分たちを可視化させたいっていう気持ちで今日は参加しました。ですね、やっぱり人間みんな一緒なので、人生一回きりだし、ね、幸せに大好きな人と暮らしたいってみんな思ってるんで、あんまりなんか深く考えずに、なんかちゃんとみんな結婚できたり家族になれたりすればいいなと思います。